ご覧いただきありがとうございます。ラスタリです。今回ご紹介するのはオールデン N6432 ブレントゥの、クロムエクセルシップス別注となっております。こちらはまあパッと見ていただける通り、非常にカジュアルに、お使いいただける一足ですね。プレーン2の、非常に、汎用性の高いプレーン2に、コバが、こちらの茶色ですね。茶色のコバで、紐も茶色で非常にカジュアルに気楽に履ける一足かなと思います。アッパーも、クロメエクセルの、ネイビーですね、はい、ネイビーが採用されておりますので、非常に雨天にも強いかなと思います。こちらの、まあ、ソールはちょっ と、レザーにはなるんですけども、これはオイルが入っている形の、レザーですね。なので、こちらのレザーのままでもある程度は雨天でも対応がいただけるかなと思います。まあ、不安であれば、ハーフラバーを推奨いたします。はい。で、こちらのクロムエクセルのネイビーに関しましては、私実は結構今まで個人的にも、何足か、所有してきて、思うことがございまして、ネイビーという、色にはなるんですけれども少し緑混じりな感じの色ですね。はい。まあ、これはちょっと実物を見ていただかないとなかなかちょっと難しいかなと思うんですけども、本当に紺色っていう感じではないですね。ちょうど今日、昔買った、まあ、ちょっとリーガロの限定のクロムエクセル限定のあのモンキーショートモンキーがあるんですけども、これをちょっと持ってきたんですけども、つま先のあたりとかも、写真がこのあたりちょっと傷が出たりとかして、非常にエイジングが楽しめる一足ですね。比較的早い段階から、結構色が、変わりやすい、性質があります。で、あと特にこれから夏とかになると、ね、結構地面とかアスファルトが、熱を持つと思うんですけども、熱があるところに対して結構柔らかくなりやすいっていう性質がありますね、クロムエクセルに関しましては。はい。それでまあ非常に足なじみも、良くて、傷は確かにつきやすいですけども、まあ、本当にブラッシングだけで済むというようなものですね。もうケアとかも本当に半年に1回ぐらいで、いいような、それぐらい油分がもうしっかりとたっぷりと入っていますので、あまりこう神経質にならなくていいって言いますか、まあ、逆に神経質になりすぎると、もう傷が気になって仕方ない一足なので、そのあたりちょっと荒々しく履いていただく方がいいかなと思います。本当にデイリーユースで、気軽に履くっていうような、形の靴になります。はい。で、話を戻しまして、今度は、使用感ですね。使用感に関しましては、今回は未使用品ですね。完全にこのような形でつま先とかも全く減っていないような状態となっております。はい。こんな感じですね。で、まあ、試着した時の、履き地は少しありますけども、基本的にはまあ未使用品の状態として、扱っております。はい。で、あとは紐なんですけども、紐はちょっとこれだとカジュアルすぎるなっていう方は、先ほど、お見せしました通り、こういう同系色の色にするかとか、このあたりの、ネイビー系にするとか、まあ、あとはもう少し濃いめの、このコバの色ぐらいですね。もう少し濃い、茶色の靴紐にされるといいかなと思います。当店のインスタグラムでも、少し店頭に店にあった、余っていた、茶色の紐に交換して、片方は交換してみ、まあ、印象の違いをちょっとお見せしたんですけども、やはり紐でだいぶ印象が変わるので、そのあたりちょっとご考慮して、いただけたらなと思います。で、サイズ感に関しましてですけども、こちらは、バディラスの 6.5 ということですので、おおよそですけども、パラブーツのシャンボードをロックで履かれている方、並びに、あとはエドワードグリーンの202ラストとかを 6E で履かれている方とかが、よろしいかなと思います。まあ、おおよそなので、そこは好みがあると思いますので、あくまでも参考程度でお願いいたします。はい。
でケアに関しましては、今回は、基本的にブラッシングのみとさせていただいております。あまりこう入れすぎてしまうと、クロメクションに関しましては油分過多になってしまいますので、基本的には、ブラッシングだけで、させていただいております。まあ基本は、モーブレーのクリームナチュラレを塗布するんですけども、オイルリザだけに関しましては、まあ、それを、ご希望の方は、ご購入時の備考欄に、クリームを、塗布してほしいという、一言をいただければ、塗布してご発送の対応させる発送の対応も、いたしておりますので、はい、そのあたりは、ご安心していただけるかなと思います。まあ、ぜひともこのカジュアルにオールラウンドに使える一足、デニムとかでも非常に合わせやすいですので、ご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。